どうも、鬼です。どうも、鬼です。虫捕り日記です。今、私のおやつ取り場にワニさんとゲリちゃんと来てます。ここ私がね、いつもおやつ取ってる場所なんですよ。この間バレンタインでチョコ作りましたよね。芋虫入れたチョコで、フェモラータオモブトハムシって言うんですけども、まあちょっと噛みそうなんでフェモフェモって言いますね。フェモフェモの幼虫を今からね、ワニさんとゲリちゃんと刈り取っていきます。今日は剪定バサミでチョキチョキやっていきます。ワニさんは着るものあります？なんか手刀で刈り取っていきますか？じゃあ行きましょうか。行きましょう。食料確保しに行きましょう。お願いします。これカマキリの卵巣です。まだ出てないです。アリがついてるな。うわぁ、アリがアリがアリが張っとるんだ。これクズのツルだな。このぶっといのどでかいのがブリブリの。ふぅぅ、うわぁ、反対側が裂けとる。これ間違いないわ。でかいよ。よし、取れました。取れた。でっか。ブリブリ、こんな膨らむんだ。出てますね。あー、これは絶対入っとるわ。これはここにいるんですね。いるんですよ。何個か入ってますよ。1個のコブに複数匹いるんですよ。そうなんだ、はい。うん、多いと10匹ぐらい入ってますもんね。へえ。これは大きめのコブなんでちょっと期待できますよ。これ楽しみですね。楽しみですね。フェモラータガチャ。あそこもなんかちょっと裂けてるコブがあるじゃないですか。 あれもですよ。いっぱいある。簡単に見つかるんですよ。うわー、コブ。カマキリの卵巣ですね。まだ生まれてないようです。あ、またここにありましたね。これはチョキンとやっときますわ。うわー、ブリッブリ、ブラッキョン、超ロング。あそこの茂みでなんかしてる人がいますよね。あれは誰だ。君に決めた。何やっとんの。うわうわ、コブ2つついてません？それ。そう、これ2つついてる。すげえ。よっしゃ、取りまくりますよ。取りまくりましょう。乱獲、外来種ですからね。どんだけ取ってもいいですから。取れたんか。取れたわ。うわうわ、ブリブリやブリ、立派。どでかいのが。どでかいよ。これ多分5匹ぐらい入ってるな、中に。こっちも7匹ぐらい入ってるじゃないですか。食料だよ。食料だよ、これが。食料。これが食料だよ。よっしゃー。よっしゃー。今までね、ノコギリでやってたんですけど、ハサミはやりやすいですね。あとリーチが長いんで、茂みの中まで手突っ込まなくても切れるっていうのが素晴らしいと思いますね。はい。茨が今茂ってきちゃってね、ちょっと春で。このハサミ持ってきて正解でした。ノコギリだけやとちょっとやばかったわ、これ。うわぁ、どうやこれ。うわぁ、1個落ちた。あ、大量に取ってきました。ブリブリ。うわぁ、なんだこの量は。どんだけ取ったら、これ重そうやろ。ね、ちょっと持ってみて。うわぁ、重たい。ブリ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 、これ重いって10キロぐらいある。うわぁ、ほら、やばいっすよ。そう思てえよ。そうですよな、ね、うん、いやいやいや、持ってみてくださいよ、これ。うわぁ、ほら、うわほら、重たいんすよ、これ。3人でこんだけ取っちゃいました。大乱獲。今もう暗くなってきちゃったんで引き上げますけども、これね、明日の明るい時間にこれ剥きましょう。剥き剥きする作業があるんでね。まだ楽しみ。ここにね、いっぱい2、300取れるんじゃない。いやー、いるんじゃないですか。下手したら2、300はやばいよ。全部取っちゃった。もうハサミが届けるところのやつ全部取りましたからね。全部やった。とんでもない、絶滅。じゃあ引き上げましょうか。はい。うわ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 、とんでもない。でこれを割り出すんですよ。これを、あ、出てきた。ピンポイント、幼虫があるとこ割っちゃった。こうやってね、コブの中に繭作って幼虫が入ってるんですよ。でこれもうサナギになる直前の段階なんで、うんちとか全部出しちゃってて、中に何も異物が入ってないんですよね。綺麗な状態。つまりこれ美味しく食べられるんですよ。人間もペットも美味しく食べることができます。潰さないように気をつけなきゃいかんな。怖いな、これ。おった？いるいるいる。うわうわ、なんかカニ向いてる気分になる。あ、確かに。おー、入ってる入ってる。
いっぱい入ってるわ。これやった、めっちゃアリが出てくる、こんな中。今、王ちゃん家でやってますけどもね、あの王ちゃん家がアリだらけになっちゃいますよ、ね、大丈夫ですよ、あの音汚いんで。いろいろいるんで大丈夫ですよ。うわ、見て、あ、出てきた、ここアリの巣なってる、ここ。うわ、ゲイちゃん、今度あれだな、河原でさ、取ったやつをその場で入れて食べたいね。いいっすね。金がなくなりましたとか言って。ホームレス生活とかって、ね、貧しい人たちの気持ちをさ、分からないからさ、貧しい人でもこれ食ってないですけどね。確かに。貧しい人でも食わねえ。じゃあ俺は何なんだ。あ、サナギが出てきた。おお、マジで。ちょっとサナギ、サナギ、サナギ、巨サナギ。もうこれ取ったの3月なんでね、羽化するの5月とか6月だから。うわぁ、ちょっとね、やるとき外でやろう。人んちだから見てください。そうですよ。俺んちやが、そうですよとか言って、俺んちや。これやばいな。気づいたら結構集まってる。あの木の皮むくのがうまくなるわ、どんどん。落花生割るのに似てますよね。確かに似とるね、落花生割りだ。よかった、おーちゃんちで。とんでもない、これ野外でやりたかった。レバニさん、星だけ持って帰ってください。いや、これをこれも全部持って帰ってください。いいですか。いいっすよ。もう食べないですか。いや、これこっちから出して食べるんで。ありがとうございます。うわ、はい、ワニさんと剥いたやつの一部を私がいただきました。これ見て、これブリブリですよ。これとかこれとかブリブリ、これ絶対うまいやろ。なんかね、一匹違うやつが混じってたんですよね。これカミキリムシの幼虫、ちょっとカミキリムシの幼虫は食べずに育てようかな。これクズの茎で育てられるってことでしょ。ちょ、カミキリだけはね育てようかなと思いますけど、あとは茹でるか揚げるかして食べます。まあ揚げだな、これは。今度はね、鮮度の油で揚げて食べましょう。これめちゃくちゃ美味しいんですよ。虫としてはね、なかなか美味しいですよ。豆科の植物食べてるだけあって、なんか豆っぽい風味がします。豆っぽい風味がするんですよ、本当に。なんかね、大豆っぽい風味がかすかにしますね。フェモフェモ、フェモラータオモモグトハムシ、めちゃくちゃうまいんでね。でワニさんは多分ね、自分で食べなくて、なんかペットの餌にすると思うんですけども、私はね、これ自分で食べますから。これ私のおやつですからね。これ私の餌です。私が餌にします。まあ、ボッテリーヌぐらいにはあげてもいいけどね。ボッテリーヌだったら食べるかな。多分食べるよね。もうそろそろね、こいつらサナギになっちゃうんでね。眉の中に入ってたじゃないですか、こういう眉の中にね。これ眉の中に入ってたってことは、これサナギになる前の全幼と呼ばれる段階なんですよ。もううんちとか全部出しちゃって、あとはサナギになるだけ。もうこれ以上は何も食べなくてサナギになって、それでね、5月から6月ぐらいにかけてどでっかい成虫になって出てくるんですよ。ですからね、コブ取ってきてそのまま放置してたら、中からフェモフェモの成虫がブワッと湧き出てくることにもなりかねないんですね。早急剥いて食べないと大変なことになりますからね。何個かね、コブ置いといて、ちょっとコブいくつか割らずに置いといて、フェモフェモのものを成虫出したいとも思ってるんですけどね。何個か成虫出すように残しましたけども、ほとんどは食べてた方がいいですね。そうじゃないと、段ボール箱2箱分ぐらいコブ取ってきたんですよ。それをもしね、そのまま放置しといたら、もう家中フェモラータオモモブトハムシだらけになりますからね。皆さんも注意してください。ゲリちゃんがね、前にそういうのそれやらかしちゃったらしいんでね、なんか大量にフェモフェモのコブ取ってきて、それでそのまま放置してたらね、大量に成虫が湧き出てきて、とんでもないことになったらしいので、皆さんもね、気をつけてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。